戻った？戻りました？戻ってるかな？電波不足、わからない。岐阜の Wi-Fi はね、大丈夫、安心して、多分大丈夫だと思う。あ、すごい、ごめんね、お腹鳴ったごめん、お腹鳴ってしまった。あの、消化の音だから気にしないで。お腹空いてる方じゃないから。何なんだろうね。子供は寝る時間ですよ寝ますよ、すぐ、すぐ寝ますから。はい、すごいね、消化してる今。すごい音鳴るんですけど、ごめんね、聞こえてたら。気にしないで。まあ、ということで、ちょっと時間もない時間はないので、あのですね、皆さんも何食べたの？何食べたの？今日はね、ハンバーグです今日はハンバーグを食べましたね。はい、もう寝ましょうまあ明日はですね、ツーショット会ということで。またフリーズ？ねえ、フリーズしないで。おーい、見えてる？フリーズしてる？なんで？見えてる？ループ？おーい、なんかね、今日電波おかしいんだよね、携帯。なんか普通になんか触っててもおかしくて、今日。みんな見えてる？画質荒い？なんでだろうか。ツーショット会です。ちょっとみんなに聞こうとした。私さ、なんて言ってたっけと思って。どっちの衣装着るって言ってたっけ。3日決まって売れてたんだっけ。ちょっとごめん、忘れちゃった。どっちだっけ。止まってる？また止まってんの？見えてるごめんね、多分画質悪いと思うけど、声だけ聞いてください。ぜひ。見えてる？充電は？充電であるよ。見えてます？見えてるならいいや。で、私さ、それでちょっと、みんなに聞きたいんだけどさ、私私どっちの衣装を着るって言ってましたっけ。合ってるかなと思って言った方。あ、何も言ってない？日にち言ってない？私日にち言ってないか。日にち言ってないですか？あ、3日借り入れたら出てた。私よ、あ、じゃあ3日に、衣装、なんか、本当は3日に、おはようから始まる世界の衣装を着ようとしてたって言ってた。そう、AKB の衣装借りれ。え、マジでさ、フリーズやばい。なんで見えてる？みんな。見えてんのかな？3日って言ってた？
じゃあ、どっちかが衣装覚えてる。じゃあ今日決めよう。じゃあ今日決めよう、どっち着るか。あ、ちなみにですね、青色の花柄の衣装と、あの K2 の海賊衣装にいたしました、私。なんですけど、ちょっとどっち着るか言ってなかったか、結局はね、言ってなかったと思いますって。どっち着よう明日っていう話。はい、どっち着ようかなっていう話。あ、もう調整はねできてるよ、すぐ言った。はい、この衣装を着たいですって。で、K2 の海賊衣装にしました。可愛くない、あれ。アンケートですか。あ、アンケートするね。じゃあ、じゃん、明日、じゃあ明日海賊衣装が1、明日花柄の青色の衣装が2にします。1か2、明日の話ね。明日の話、アンケート取るね。じゃあこれでいいのか。はい、明日海賊衣装が1で、明日花柄衣装が2です。はい、そんな感じ。まあでもどっちにしよう、多分はい大丈夫だと思うんで、3日4日どっちでも。前髪伸ばしてるな。伸ばしてるってわけじゃない、切ってないだけだよ。やばい、ごめんね、こんなボサボサで。1は海賊衣装、2は花柄の青色の衣装です。ありがとう、ファンの人が書いてくれてる。1は明日の話。だから明日が花柄になれば自動的に、次の日、4日ですね、4日は海賊衣装となります。はい、そういうことです。ペンギンは来ません、ごめんね。はい、まあ、なので4日しか来れないって方はどっちの衣装が見たいかって感じですけど、はい、そんな感じ。何の曲の衣装？あ、青色の花柄かな。それはよく隣のバナナとかで使われてるやつ、私が昔ツアーで来たやつなんだけど、それを着ます。で、K2 の海賊衣装はよく K2 が着てる、ツアーとか、あのルンさんのやつでも3日目に来たかな。あ、違うわ、1日目だ、1日目のスツコンで来ました、間違えた。借りれなかったとか、もう借りれます。借りれます、大丈夫。さあ、ということで終わりたいと思います。せーの、ドン。お、1が 57.8% ということで、明日は海賊衣装に決定しました。ということで、4日は青い花柄の衣装を着ます。明日は海賊衣装です。結構あれですけど、はい、そんな感じです。見たらわかるでしょ、わかると思う。はい、さあ、海賊衣装でございます。寝坊やおう、寝坊しないようにね、寝坊しないようにしなきゃいけないね。上半身海賊？
明日楽しみにしてます。お、私も楽しみにしております。はい、船長ですか。船長になれるんかな。はい、海賊ってロッキーのやつ違います。 K2 のやつ、ピンク色のやつ、はい、それです。ハッピーバースデーメガネこれ絶対いらないでしょ普通に遅刻しないでください。遅刻はしないですよ、私地味に。私遅刻とかしたことないですよ、ガチめに。うん、ないと思う。あ、でも一回だけ寝坊したことあるかな。一回だけ寝坊はあるかもしれない。一回だけね、その一回だけ未だに覚えてるわ。いやでも、うん、一応寝坊だね、あれは寝坊です。でも私本当にないと思う、自分で言う割に。そういうのはないよ、意外と大丈夫。あるんかいって。でもなんか昔本当にマジで過去、研究生の頃とかかな、くらいかな。うん、マジそれぐらい。まあでもそれ以来もうないかな。うん、派手には遅刻してない、全然。はい、派手にはないかも。公演出るのも最後なの。そうそうそうなのよ、公演はもう決まってんのよ、私が最後って。大体はい、明日久々にね、こういう話してると毎日遅刻しそう、本当に。ナッキーさんナッキーさんはまあそうですね、何も言えないです何も言えないですね、わからないですけど、何も言えないです。はい、そうね、だから配信終わったらすぐ寝ます、私は。はい、すぐ寝たいと思います。早く着ないとですね、私ファンの皆さんよりも早く起きないといけないので。はい、遅刻により不参加とかだったらやばいよね。おしみは何女、急に長女だよ。長女、ルンさんが卒業したら長女になります。はい、そう、長女に見えないですよね、お尻さん。本当にびっくりした、だから。あんな、長女なんだっていう、ちょっと。あ、15分経過しました。ありがとうございます。81だって、すごいね。ありがとう。100日行ったらどうしようかな。本当に。100日行ったらどうしようかな。ね、100日行ったら本当にどうしようかなって思っております。100日記念的な。ありがとうございます、皆さん。ありがとう。今日は時差ありますね。今日時差あるね。てか92がもうすぐっていう驚き。92日に達成しますね、頑張れば。あともうちょっと。100日行ったホールケーキ自分で買うんかな、恥ずかしくない？なんかプレートとかに100日記念みたいな
なんかお願いするのちょっと恥ずかしいよね。タイムラグすごい。ホールケーキ自分で買うのか。ちょっと悲しいけどね、自分で言うのもあれですけどね、やってますよね。92日は絶対無理だとね、自分でも思ってましたけど、ちょっとね、自分でもなんでこんなに続いてるのかびっくりですしね、結構多分さ、ファンの人さ、絶対なんか誰かに言われてやってんじゃないかみたいな、多分中で思ってる人多分いると思うんですよ。誰かに言われてやってんじゃないかとか、全然違いますからね。そんなことはないですからね。はい、そんなことはございません、本当に。自分でプレートに彩香ちゃんおめでとうって書いてもらおう。恥ずかしい、本当に恥ずかしい、恥ずかしすぎ。怪しい、怪しくないよ、やめてね、本当に。まあまあ、あれですね、本当に気軽に見ていただけたらって感じなので全然あれですけど、特にそんなあれですよ、そんなことはないので。あ、でも私本当になんかスイッチ入ったらやる人だと思うので、部屋の掃除とかもそうなんですけど、スイッチ入んないと掃除したくない人なんですよ。ちなみになんかこう掃除って言っても、なんか一箇所だけを掃除とかじゃなくて、もう一箇所するんだったら全部したいみたいな人なの多分私って。部屋とかもなんかこの部分だけ掃除とかじゃなくて、そこやるんだったらもう全部やっちゃおうみたいな考えなので、っていうのもあるのかな。だから一回やってこうやって続いてるからちょっとやろうみたいななってんのか、ちょっとよくわからないですけど、自分でもなんかそんな感じ。そう、わかんない、性格かな、私の。やる気スイッチが今入ってるからですか、多分 B 型っていうのもあるのかな、多分。はい、そんな感じ。ダイソンっすね。私ダイソンですよ、掃除機。ちなみに私ダイソンだから、掃除機めっちゃ楽だよあれ、ダイソン。なんかこのガチャってはめですぐ充電して、またガチャってバーって掃除機かけれるんでめっちゃ楽。まあ、逆に言うと、そうですね、なんかコメントにもあったと思うんですけど、結局私がショールームを終わってしまったら、またあのや配信しない日が続く可能性もいいという、はい、そんな感じでございます。はい、そういう感じ。オフになったらオフだけど、オンになったらオンみたいな感じかもしれない。そう、関係スイッチはね、まだ押しません、ごめんなさい。関係スイッチはまだ押さないですね。一応なんかちょっと関係についていろいろ調べて理解してからやろうと思います。はい、え、大野さんがいる。何、あ、連続配信のこと原稿に書き忘れた。嘘。そうだそうだ、前回のあのー、あ、柏記念5月5日にあるんですけど、それの予想取材をいつだっけな、もう1週間前ぐらいかな、約1週間前ぐらいにしたんですけど、その時になんかその近況的なのも話すんですよ、その予想以外にも。それでショールーム毎日配信頑張ってますみたいな話をしてたんですけど、いろいろ話したんですけど、はい、書いてないらしいです。銀行に書いてないらしいです。はい、あ、全然大丈夫ですけど、はい、あと2分
ありがとうございます。あと2分です。明日のおすすめポーズは、明日のおすすめポーズは K2 ポーズだったり、カニポーズだったり、弓ハートとか、こういうやつとか、まあ私の気分で決めます私の気分で決めたいと思います。ということで、明日は朝早いのでね、皆さんも、まあ、私が一番やばいですけど遅刻しないように、はい、ツーショット会ぜひ楽しみましょう。はい、ということで、みんなおやすみ、バイバーイ。